東部の大分県と宮崎県との県境にまたがる山岳地帯や河川流域を指定区域とする国定公園である。1965年3月25日指定。傾き山大崩れ山祖母渓国定公園という名称は県境に位置する祖母山及び傾き山に由来する公園区域には他に大崩れ山などを含む 祖母傾き山系は終局島で形成された構造産地としては九州本土で最も標高が高い。また、継承地も多く、祖母山の南陸を流れる岩戸川の高千補強では、阿蘇溶岩の中上摂備が見られ、祖母傾き山系の北陸を流れる桑原、川上流の藤川地渓谷では、河口岩の侵食による凹結が見られる。観光開発があまり進んでいないため、もみ、 津賀などの原生林がそのまま残っており、野生動物の宝庫としても知られる。大分県側の周辺部は、祖母経験立自然公園、宮崎県側の周辺部は、祖母経験立自然公園にそれぞれ指定されている。また、大分県、宮崎県及び、関係六市町は、祖母山、片山、大崩れ山を中心とした地域を、 国連教育科学文化機関の生物研保護区に登録することを目指しており、2016年9月にはユネスコ日本国内委員会から推薦書が提出されている。なお、高千穂は日向神話にまつわる伝承や伝統芸能である、高千穂よる神楽など見どころも多く、宮崎県北部随一の観光地でもある、大座古郷高千穂郷、ありがとうございます。